東国駅ね。この建物なんですけど、登録有形文化財。はい、もうね、なんかいい感じですね。もう近く高橋川がね流れて壁のような感じになってね、こんな感じで風よけ的な。はい、いうわけで今日もやってまいりました。昔の駅、懐かしのね、ちょっとね、もう6時以降に来たんで、まあ、これ資料室があるんですよね。でも入れないんで、まあ、興味ある方はね、ご自身の足で行ってもらいたいなと思います。今日はね、こちらの駅舎に行こうかなと思います。報告駅ね、はい、この建物なんですけども、登録有形文化財、はい、ね、山田報告、報告、まあ、なんかいろいろあるわけですね。で、今日はこちらの駅にお邪魔します。まあ、高橋市にあるということで、備中松山城、天空の城ね、山城、山田報告、まあ、この方にちなんで、この報告駅っていうことですよね。資料館っていうのは本当に珍しいかなと。まあ、こういう感じでね、駅の絵描かれてますけども、まあ、こういう感じですよね。駅があって、まあ、古墳とか、まあ、城、山城跡とか、そういう感じですね。ちょっと距離ありますけどね。思い出ね、いろいろ書いてますけども、孫と一緒に来ましたとかね、いろいろ書いてますね。はい、やっぱりね、この木造駅舎っていうのが流行ってんのかな。特に最近本当にね、来てる方が多いなと。チケットなんですけども、電車の中で買うというスタイルですけど、まあ、これね、普通に中にここから行くんでしょうね。なお、この列車はご乗車になれません。
で待ちなんですね。うわやば、このタイミングが。でもう一方の電車が抜けるまでここでこの夜行を待って、ちょうどこの駅がそういう場所なんですね。やっぱ一車線一本線なんでね。だというとどうやってホームに行くんだと、ちょっとね分かりにくい、どこにあるんだと、どこにあるんだということなんですけども、おいいですねこれ、報告ね。まあ、駅舎なんですけども、案内図、まあ、これホームだと、現在地、ちょっとね変わった駅ですね。ちょっとなんか民家の方に行っちゃうんじゃないかって思うんですけども、こっちからね行くようです。おお、はいはいはい、ここからホームに入るというわけで、もうねなんかいい感じですね。もう近く高橋川がね流れてるんで、川のねこの音が聞きながら、ホームに行けるということなんですけども、はい、いやーねここで特急やくものあるんですね。こんな感じになってるんですね。ちょっと変わったね、あのすごい開いてるような感じじゃなくて、あの壁のような感じになってね、こんな感じで風よけ的な作りになってます。個人的には結構好きな駅の一つに入るかもしれないです。タイミングがね絶妙だったんで、はい、ねちょっとね時間的に駅舎の資料館に入れなかったのが残念かなと思うんですけども、まあおそらくね皆さん行ってみてくださいということなんでしょうね。というわけで、まあ、今日はこんな感じでお送りいたしました。報告駅ということで、まあこの辺はまあバスとかが止まったりはするんですけども、まあこっからちょっとね川沿いを歩いたりとかウォーキングとかそういうのはいいかもしれないですね。はい、まあこの先がいくら通あったりなんで、
まあちょっとこの駅降りて歩いていくらどう、まあちょっと距離ありますけどね、いうのもいいのかもしれないですね。はい、というわけで今日こんな感じでお送りいたしました。それではまた次回もよろしくお願いします。あのこの駅行ってくれとか、なんかそんな感じでリクエストあったらぜひお願いします。はい、というわけで失礼いたします。おい、ラバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。